JICA は開発途上国に対して防災分野での国際協力を実施しています。これまで災害に強い建物やインフラの整備、復興まちづくり支援、防災計画の策定、多様性やジェンダーの視点に立った復興支援も行っています。自然災害による被害の内容や度合いは、女性や貧困層、障害者、子ども、高齢者などの社会的に脆弱な立場に置かれた人々の方が災害の被害を受けやすく、より深刻な状況に置かれます。これまで開発途上国で起きた自然災害において、男性より女性の死者数が多かった事例が多数ありますが、同じようなことは先進国でも起きています。災害に対する国際協力をジェンダーおよび多様性の視点から進めることで、多様な人々の声も支援策に反映されやすくなり、より災害に強い社会の実現につながります。バングラデシュで起きた1991年のサイクロンでは、男性より女性の方が死亡率が高く、20歳から49歳では女性の死亡率は男性の4倍から5倍に達したと報告されています。女性の犠牲者が多かった原因は、避難警報が郊外の家には届かなかったこと、男性が家に不在の場合は財産を見捨てられないと避難が遅れたこと、子供や高齢者を守りながら避難しようとしたので逃げ遅れたことなどの要因が重なったためです。その後、アクションエイドという国際 NGO はコミュニティ防災を強化するために女性防災グループを作り、さまざまな防災活動を展開しています。男女共同参画と災害復興ネットワーク代表の堂本明子さんは、避難所を訪れ、女性たちの過酷な状況に衝撃を受けたといいます。一番問題だと思ったのは、全然間仕切りがない。女性たちは、まあ、お布団の中とか、かけてる毛布みたいなものの中で着替えたり、こう人の前で何かいろいろ赤ちゃんにおっぱいあげたり、何もかもしなければならなかった。避難所運営の責任者に女性がいないことで、女性の要望や意見が軽視される傾向がありました。そこで内閣府は、女性や子育てのニーズを踏まえた災害対応についてという通達を各自治体に出しました。また、もともと日常的にあった暴力や虐待は、災害時のストレスでさらに増幅します。ウィーメンズネット神戸代表の正井さんは、被災地の女性たちが DV や性的被害を受けた事案は阪神・淡路大震災の時からあったと証言します。避難所で、性被害が起きた。で、県の職員が呼ばれていったら、その避難所の責任者の男性が、加害者も被災者で多めに見たらんかいと言ったというので、もう愕然としたという。援助の見返りに性交渉を迫るという対価型の性暴力や、災害対応の職員やボランティアによる地位利用型の性暴力などが起きていたことが分かりました。コロナ禍での DV や性被害の問題は深刻さを増しています。2015年3月、第3回国連防災世界会議で採択された仙台防災枠組みでは、ジェンダーの視点に立った災害リスク削減の政策、計画、実施において女性の参画が重要であるとしています。 JICA は、仙台防災枠組みが掲げる防災・減災およびビルドバックベター、より良い復興に向けてという考えのもと、これまでの日本の大災害の教訓などを踏まえて、防災および復旧・復興支援をさらに強化してきました。2015年4月のネパール地震、JICA は
女性や少数民族、低いカーストの人々など、社会的に不利な立場に置かれた人々の視点に立った支援が急務だったため、被災地で調査を実施。女性・子ども局と連携、女性組合の設立を支援し、女性たちの社会的ネットワークを強化、地域の経済復興に参画できる枠組みを整備しました。JICA の田中シニアジェンダーアドバイザーは、長年ジェンダー視点に立ったプロジェクトの企画立案に従事してきました。防災には女性とそれから多様な人々の視点っていうのが欠かせないということがすごく分かりました。女性や少女の声や経験に十分に耳を傾け、その能力が地域や社会で十分に発揮されるような支援を進めていくことは、あらゆる危機や災害に対してレジリエントな社会を構築していくために不可欠です。これからも JICA は人間の復興を中心とするビルドバックベター、人間の安全保障および誰一人取り残さないという SDGs の理念の実現に向けた国際協力を実践し、ジェンダー平等で公正なグローバル社会の実現を目指していきます。